平野紫耀の顔面偏差値に女性たちが虜。今田工事は横並びに涙目。日本の芸能界において、容姿端麗なアイドルや俳優が注目を集めることは珍しくありません。その中でも、キングプリンスのメンバーである平野紫耀は、その顔面偏差値で女性たちを虜にしているようです。最近のテレビ番組での出来事を通じて、平野の魅力に迫ります。 平野仕様と今田浩二の横並びエピソード2023年10月1日に TBSK で生放送されたオールスター感謝祭ではキングプリンスの平野仕様とお笑いタレントの今田浩二が共演しましたこの番組ではアーチェリーの対決が行われ偶然ながら二人の顔面がアップで横並びになるシーンがありました特に注目を浴びたのは この横並びショットにおいて、今だな平野にクレームをつける場面でした。今だは冗談まじりに、ちなみに技術さん、すいませんが、二画面やめてもらっていいですかと述べ、平野も照れ笑いを浮かべました。これに対し、進行役の島崎和歌子が吉本の看板アイドルとして平野を称え、今だのツッコミにフォローを入れました。今だのユーモアと共感、一方で、今だ孝二はその場を笑いに変える一方で、何度も、 辛いって、辛いってとトロフィ、俺、波平の2個上なんだよ。無理だって、この2画面、辛えよ。と、漫画、サザエさんのキャラクターである磯野のみ平を引き合いに出して場を和ませました。このエピソードは、未だのユーモアと共感を呼ぶ一幕となりました。平野仕様の顔面偏差値に対する反応を、このエピソードが SNS やテレビ番組で話題になると、多くの女性ファンが平野の、 顔面偏差値に興奮を覚えました。特にアーチェリーのシーン以外でも、クイズに挑戦している時の平野くんの表情だけで癒される、カメラに映るたびにイケメンぶりが伝わってやばいといった声が上がり、平野のルックスに魅了される女性が多かったようです。ジャニーズ事務所の超人気アイドル、平野仕様は、ジャニーズ事務所騎士の超人気アイドルとして知られています。キング、アンド、プリンスのメンバーとしてだけでなく、 俳優としても活躍し、その幅広い才能で多くのファンを引きつけています。彼の存在は吉本の看板としても輝いており、今田孝二のようなベテラン芸人との共演も実現しています。平野の魅力のポイント、平野仕様の魅力は、単なる容姿だけでなく、その笑顔や表情にもあるようです。クイズ番組やバラエティ番組での振る舞いが、視聴者を引き込む要因となっています。 彼の自然体な姿勢や手れ臭い反応がファンとの距離感を縮め共感を呼び起こしています。ヒラノ仕の顔面偏差値に対する女性たちの興奮は彼の人気がますます拡大していることを示しています。テレビ番組での横並びエピソードは彼の魅力をさらに浮き彫りにした瞬間でした。ジャニーズ事務所の中でもトップクラスの人気を誇るヒラノ仕が今後もその魅力をどのように広げていくのか。 今後の動向がますます注目されます。